宇治両面に東京糸魚川会から、本当にお世話になっておりまして、特に、小野会長、今日出席の、仲間、副会長には本当にお世話になっております。改めて、高い席からですけれども御礼申し上げます。今日は短い時間ですけれどもよろしくお願いします。もう一方、この方はお相撲にものすごく関係のある方、海洋高校じゃなくて糸魚川高校の元相撲部、東京糸魚川会の糸魚川支部長の寺崎義弘さん、今日はちょうど相撲談義できる方が来られたんでね、上がっていただきました。これからちょっと時間を頂戴して、裏の話も少しいただけるかなという感じで、トークショーというほとんどでもないですがお話を聞きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。受けてるよ、ゆうちゃん。じゃあまず最初に私から言いますかね。まず話題は大野里ですがね、大関になりました。で、あれ7月だよね、名古屋9勝6敗でしたかね。それとこの9月はもうなんか別人のような強さだったんですけど、小西さんどんな風に見てますか？はい、名古屋場所と、大関を決めた場所の前に、今日東京糸魚川会来るんだからこれだけはきちんと言いなさいということで、市長からもご挨拶の中にメッセージを入れていただいたんですけれども、全国で講演会っていうのは個々の歴史であるんですけれども、糸魚川市は、海洋高校出身力士に、全員を平等に応援しようじゃないかということで、ファンクラブが11月、12月ぐらいには、正式に発足いたします。で、今後、また新しい力士が生まれてもそのファンクラブが中心に、応援していくという、画期的な素晴らしい会議ですの で、 で今日皆さんに、名刺を高間さんから配っていただきましたけれども、それはこれから、そういうファンクラブができますのでよろしくお願いしますという名刺ですので、合わせてお願いしたいと思います。で、まだ連絡事項がありまして、実は2月の15日に、東京糸魚川会、新年会あるぞっていうんですけれども、やはり、力士人生は短く、一番最初に海洋高校で、関取になりました大木が、断髪式を、2月2日に、両国の第一ホテルで、行います。また新たに、高間さんの方からご連絡、したいと思いますけれども、大井町に、少し俺もハサミを入れようかっていう方はもうフリーでできるそうですので、合わせてお願いしたいと思いますし、あとですね、日本相撲協会の今度は大関になりましたので、公式行事としてこれも2月の11日なんですけれども、大関昇進パーティーを大野里が、高輪プリンスホテルで行います。で、少し東部さん、糸魚川まとめてくれないかというふうに言われてるんで、この詳細も、年内ぐらいにか年明け早々には皆さんにご連絡できると思いますので、これも合わせて皆さん東京糸魚川会からぜひぜひ大勢の方が出席いただけるようにお願いしたいと思います。ちょっと長くなりましたが、名古屋場所なんですけれども、大野里、今日報道関係いないですよね。いないで、もうざっくばらんに話しますが熱中症でした。それで、氷風呂に毎日毎日入ったんだけれども、もう体が冷えないっていうぐらいに、
ちょっと熱中症で15日間。でも君は9勝6敗、大体三役に上がって、負け越したり上がったり下がったり、君は9勝もして、殊勲賞も取ったんだから、堂々としてなさいと。ということで、今場所については、茨城で、一番二所ノ関部屋は国技館に遠いんですけれども、普通のペースで、普通に車に乗って、普通に夜食を食べて、15日間やりましたと。絶対に14日目で、決めますっていう気持ちはぶれてなかったんで、やってくれるんじゃないかなというふうに思ってました。熱中症って話はね、今初めて出た話題で、糸魚川の誰も知りません。はい、間違いないです。それと、講演会の話に出ましたが、先ほど皆さんのところへ名刺が配られて、ドスコイファンクラブ、これちょっとね、フライム気味でございましてですね、市長も今日おられますが、市長が定例記者会見でこの間、ちゃんとした相撲の町糸魚川を応援する講演会組織を作りますと、マスコミにもはっきり言っていただいて、その前の28日、能の35、マリンブリーム35周年の席でも、市長自らですね、こういう組織を作りますとおっしゃったんです。だからね、この後、きちっとした組織を作って、それにこのファンクラブをくっつけてですね、老若男女、全国、世界にも発信して、ファンクラブになったら嬉しいなと思うんです。私は実は NPO 法人、糸魚川総合相撲クラブの理事長をしてます。もうね、糸魚川だけじゃない。だから私の使命もあと数ヶ月で終わると。いや、大変嬉しい話です。頑張れ。ありがとう。今、どなたか。ということで、もう、糸魚川の相撲を応援するのは、糸魚川の人だけじゃない。いろんな人が応援してくれるはずであるという組織が多分出来上がるはずです。皆さん、乞うご期待、よろしくお願いします。ちょっと動きすぎました。ね、糸魚川高校相撲部で、相撲校舎で鳴らした寺崎さんにね、私は7月の大野さんと9月の大野さんと取り口が変わったような気がするんだけど、その辺解説していただきます。難しくというか、皆さんこんにちは。元糸魚川高校相撲部一応首相寺崎でございます。今回の大使に寄稿の機会を与えられて、たまたますぐ前の原稿が東武総監督で、その次に私なんですが、その写真を見ていただきますと、金沢大会3位の海洋高校と、から4位の相撲糸高が載ってるんですけど、体格の違いを見たら一目瞭然。ちょっと司会者の話とちょっと出てますけども、で、今はですね、あの写真という人は平均体重を130kg だったんですね。そうですね、今海洋高校は大体145kg ですよ。私インター入った時は65kg でした。で、大将の渡辺君が72kg、先方の中島君が69kg。炎鵬より小さいです。身長は大野里は192cm、 190。バレーの河合俊一さんは多分193cm ですね。私は161cm で、当時の農水とも対戦しました。で、農水の部長が田村先生といって、この方は糸高出身なんです。で、糸高の相撲部の部長が佐藤昭一先生で、この方が農水出身で、それを置いておきまして、私どもが例えば金沢大会で80校参加したんですけど、一番重いのが福岡東地高校の新保君といいまして、110キロなんですよ。今お聞きになったとおり平均でこうですから、大変な時代の差があるなと思います。で、大野里の2
二場所の違いっていうのは、あの熱中症を聞いて一目瞭然分かったんですけども、はい、あと豊昇龍に3連覇したっていうのはいただけませんよね。あれは勝ち急いで出てくから投げられましたね。で、ちょっと違う話を載せていいですかね。大野坂を中村大輝君ですよね。海洋高校3年、卒業間近の頃に、実は新潟県が国体相撲で一般で5連覇されたんですよね。その祝賀会がホテル来る時にアネックスであったんですよ。で、会がお開きになって、私も出てきましたら、海洋高校の相撲部選手が待ってたんですね。興奮してた。その中に中村大輝君がいたんです。で、前からちょっと聞いてみたいことがあったんですが、一つは、君は大学へ行くそうだけど、その立派な体格だから、もう卒業と同時に相撲に入ってはどうかと聞きました。だから、いえ、自分は大学へ行って4年間相撲をやって、それから大相撲に入りますと、きっぱり言いました。もう一つということで、彼に絨毯の上でですね、仕切りのポーズを取ってもらった。これですかね。ちょっと前から気になってたんですけど、高校時代の映像。狭いんですよ、これが。なるほど。これがね、すいません。ここの間がですね。